東口、板倉東洋大前駅は、群馬県大浦郡板倉町朝、日の一丁目にある、東武鉄道日光線の駅である。駅番号は、TN07。群馬県最東端の駅で、東武日光線の駅で唯一群馬県の駅である。また板倉町唯一の駅でもある。両隣の駅は、所在地がそれぞれ、埼玉県と栃木県であるため、隣接する3駅連続で、 所在権が変わる。当駅が設置されるまで日光線は群馬県を通過するだけであったが、地元の要望により、西岸駅として当駅が開設された。開業時から東京の浅草と東武日光、絹川温泉方面を結ぶ快速列車も停車し、新駅ながら東京方面などの中距離利便性が重視された。2006年のダイヤ改正によって、 日中の快速が区間快速に格下げとなったことから地元では約束が違うという反発があり、町議会でも南栗橋駅止まりで当駅に来ない急行列車が多いことを問題視する発言がなされている。また、町民の代表的な意見の一つとして急行及び特急の停車規模が挙げられている。なお、板倉町では快速の増発並びに 最終列車の繰り下げを要望している。2013年3月16日のダイヤ改正で以下のような改善がされるため、前述のような問題点がほぼ解消された。2017年4月21日のダイヤ改正で上記の区間快速、快速は全廃され、上り列車は特急を除きすべて南栗橋止まりとなった。また、特急、ケゴン1号は、 時刻が繰り上げられて、リバティ・ケゴン1号、リバティ・アイズ101号となり、さらに午後の上り特急、ケゴン36号も停車するようになった。島式ホーム2面4線の地上駅で、橋上駅舎を有している。パスも対応自動改札機設置駅。東口、西口、ホームと改札外をそれぞれ連絡する、エレベーターエスカレーターが設置されている。 2019年度の1日平均上降人員は3819人である。近年の1日平均上降人員の推移は下表の通りである。東洋大学板倉キャンパス板倉ニュータウン太陽光発電所周辺は板倉ニュータウンとして開発が進められている。開業前の駅付近はコスモス畑であった。板倉市街地方面は 広域公共路線バスに乗り換え、縦林駅行きの路線バス路線バスは西口を発着する。なお、縦林、明和、板倉線については運行費負担金などで、板倉町と明和町で意見対立を生じたため、2021年3月31日をもって廃止された。ありがとうございます。